2023年のクリスマスグッズに新しいものが追加発表されました。今までのものと合わせて追加でご紹介していきたいと思います。さらに可愛いものがたくさん出ましたので、ぜひ注目して見てみてください。それではスタートします。チャーリーより小さめで、このクマはスヌーピーの夢に出てきたテディベアだそうです。
中が可愛くてプレゼント巾着とプレゼントボックスが中にあるような感じになってます。そして後ろはこういう形でピーナッツと書かれています。こんな感じでいろいろ貼ることができるようになってる、ユニバでは初めての商品になるかなと思います。そして大きさはこんな感じです。結構ね、一つずつ大きく貼れますので窓が楽しくなりそうなアイテムです。持ち手の片方を押すと帽子が上がり、反対側を押すと耳が上がるタイプとなってます。
とっても可愛くて楽しい帽子となってます。先ほどの特大とは違ってスヌーピーと同じような大きさの3800円となっております。例年に比べるとかなり商品が少ないので、これからまだまだ新作が入ってくると思われます。またご紹介したいと思います。チャンネル登録、いいねボタンを押していただきますと大変嬉しいです。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。失礼します。